川田勲偶然の一致遠山みどりの書いた戯曲が雑誌に載った名もない貧弱な雑誌ではあったが彼の作が活字に組まれたのはともかく初めてであったそれだけ彼の得意は非常であった 彼は一角の文豪にでもなったような気がしたとてもじっとして下宿に座っていられなかった彼は一冊を懐にして友人鈴川の日を唱った鈴川は文学に趣味を持っているのではないが老書生の彼に好意を持っていてくれるただ一人者であったそれにこの雑誌を見せておくことは 自分のために何かと都合のいいことも彼は知っていた鈴川が酒の前へ彼を迎えた時今日こそは当然のことのようによく飲んだ飲んでは大きな機嫌を吐いたいい気持ちになりきって自死去ると門口で外から帰ってくる女中さんに会った時も珍しくお礼を言ったりしたほど上機嫌であった 郊外の屋敷町は深夜のように静まった中に虫の声が辺り一面へ敷き詰められたように聞こえていた彼は秋のすがすがしい味を胸いっぱいに吸い込んだ鈴川の隣の家の前へ来た時彼は板塀に向かって音を立てないように用を足し始めた月は後ろから彼の影を投げつけてさえ渡っていた 塀の中には勝手元が迫って立っていた。と家の中から声が漏れてきた。だがお前が憎み抜いた人を殺してしまったんだ俺が生きていられるわけがないそうしたらお前はどうしようというのかまさかのほほんを決め込んで生きちゃおられまい。 だけど、あたしが殺したわけじゃないんだもの。あたしに死ねったってそりゃ無理です。あたしは、死ぬのは嫌です。これは明らかに女の声である。今更嫌王は言わせない。自分で死ねないと言うんなら、よし、これを見ろ。このカミソリを。昨夜の地で、まだ暖かいぞ。 嫌だ,さいいやだ私死ぬのは嫌だ女は恐怖に心から乱れているようだ聞いていた遠山は思わず「あっ」と驚きの声を出したもはや耐えきれなくなって勝手のくぐり戸へ飛びついた戸締まりが硬くて開かなかったもしもしあのちょっと。 妙に気がイライラして大きな声は出なかったドアのハンドルがただ肩ことと音を立てて動くばかりであった家のうちから何の返事もないただバタバタと人の足音が奥の方へ遠ざかって消えたばかりであったそれと同時に前の声もばったりとやんでしまった遠山が驚いたのも無理ではなかった 彼の書いたた曲が雑誌に載ったばかり。自分のところでさえ送ってきたのは今朝のことだそれなのにもうそれがラジオで放送されているんじゃないかラジオ劇というやつだなだけどさすがにアナウンサーはうまいもんだ作者の気分と全然なってるから頼もしい 今少し先の方まで聞きたかったが惜しいことをしたしかし放送屋のやつめなかなか素早くやりやがるなあ彼はうれしさで胸がいっぱいになり独り言を言いながら歩いていた平然彼をけなしたり侮ったりした23の友人を思い出してみた それらが今日の彼ををんんだりねたんだりりたする様子を想像してみた彼は踊っているようなカッをせずにはいられなかった停車場へ来ると勇敢を奮発する気になってしまったあらゆるものが彼の芸術を賛美するために作られているような気がしたのである電車へ乗るとまず第一面の表題に目を通して大きくうなずいた。 政治外交などいう堅苦しいことに対しては趣味も期待も持っていない彼は直ちに大きく第二面を開いた壁刀に大きな活字を使って「小町娘惨殺去るといったような見出しの記事が載っていた平成の彼ならばこんな問題には磁石のように吸い付けられるはずであるそれがこの世はバカバカしいことのようで 軽い軽蔑の念さえ起こっていたが脇に出ていたその惨殺されたという娘の写真を見いだした時彼の心は妙に引きつけられて慌ただしく記事の方へ目を走らした本郷区 A 町2丁目八番地たばこ小売商笹沼一亀江43歳の娘おこま亀江24歳 は昨夜入刀に行くと称して家を出たきり帰らなかったが今日の午後過ぎに近所の某寺院裏手の墓地で何者かのために殺されているのを発見された彼は読んでは写真を見見てはまた読み続けていった鋭利な刃物で喉をえぐられていたが抵抗したと見えてえもんは乱れかつ両辱された形跡もあり 悲惨を極めた最後であったまたページを改めて右のお駒はすこぶる美人で付近では小町娘と言われているくらいであったが性質は至ってしっかりしておったとあったそうかと思うとまた某地名の死の目かけとなっていたこともあると書いてあった最後に犯人はすでに目星がついているそれは 近所のそば屋の出前持ちの何菓子がしばしば彼女に言い寄ったがその都度ひどく跳ねつけられたので今度のような凶行を演ずるに至ったものである犯人は一月ほど前から店を飛び出して目下住所は不明であるしこの記事締め切りの時間までにはいまだ逮捕に至らなかったとあった酔っている彼にも これはは異様なな衝動を噛んでしめずには置かなかった第一秘書が彼の下宿の路地を出ると向こう側にすぐ見えるくらいの近さであるし彼が敷島かエアーシップを奮発する際になると必ず自分で出かけて買いに行ったくらいであるからが彼に深いため息を漏らさせたのはただそれだけのことからではない。 彼の戯曲の女主人公というのが彼女を創造的にモデルに取ったつもりであったからであるしかも戯曲の女主人公というのがやはり人から殺されるという筋になっていたのであった大文豪は同時に大預言者である彼は感慨無料の間にもこんな誇りを感じたくなった 帰りにタバコ屋をのぞいてみたが娘とは不釣り合いな陰語らしい老婆の顔も見ることはできなかった店は閉じられて人けさえない様子であった彼は自分の所有物を取られたような気持ちで酔った足を下宿へ運んだ帳場には宿の女将さんが帳付けをしておったいつもならことさら顔を背けて通り過ぎるんだが 今夜はそんなに小さくなってはおられなかった女将さん彼はすでに火の消えた朝日のすいからしをやたらと前の瀬戸火鉢へたたきつけながら言い出した僕が作った小説が今日雑誌に出たんだがねそれがまたすてきな評判なのさとても耐えきれないねそればかりじゃないんだい君 いいちゃいがんぜ。それがもう今晩ラジオで放送されているという騒ぎささすがの僕といえどもいささか面からっちゃったねそうですかねかみさんは間を置いてこんなそっけない返事をした放送局の貧瘍なのには驚くが やつらは頼まれもしないのに僕の策を広告しているわけなんだ。とても愉快にできてるね。彼は一人で嬉しがっているが相手は依然冷ややかなること一致のようだ。ついに彼も気がついて人形を立て直すことにした勇敢に出ている女殺しの事件はなんだか前のタバコ屋の娘のことらしいがねえ、女将さん。 彼は一向知らないように聞いて彼女をわちゅうへ引き込もうとしたそうですよ当然だと言ったような顔のかみさんが言った殺すようなわけがあるかどうか知らないがいずれにしてもひどいことをしたもんさねえ今度はかみさんの方が彼の質問を待つような顔をしたそれが君面白いんだよ 僕はそういうことが妙に予覚される男なんだから僕の書いた小説というのはそのことをちゃんと書いているんだからね小説家の想像力なんていうのは自分ながら恐ろしくなるよ彼は辺りはばからず大きな高血笑いを残して2階へ上がったこうまででたらめを言うと おさんもまた元の軽蔑した心に帰ってきたが彼にとってはうれしいようであった翌日は例によって午後近くになってようやく寝床からはいでした晴れた秋の空気は清涼剤のようなすがすがしさで彼の呼吸器へ滑り込んだ後ろの家族屋敷にモズがえぐるような声を立てていた 中途半端に冷えた飯と汁それで彼は満足することに慣れていたこんな時はじっとして下宿などに引っ込んでおられようはずはない腹ができるとすぐにブラブラと街を歩き始めたにぎやかな通りを選んで歩いた彼が分子らしいと思っている態度で歩いていた人が慌ただしく歩いているのが哀れに見えた 夕食時に帰って所在ない身を室内いっぱいに投げてみたがゆうべのラジオの一件をいま一度言って鈴川に話さずにはおられなくなったまもなく彼は商船電車に揺られて郊外へ持っていかれた実際君意外だったよ玄関へ鈴川が顔を出すと出し抜けにこう言ってつかつかと上がっていった 僕の戯曲がラジオで放送されようとは想像しなかったよ。君の作を放送するのか。ラジオ劇というやつなんだね。鈴川ははっきりと考えてみないで機械的な返事をしているようであった。いやそんな生ぬるいことじゃないんだ。昨夜もうラジオで東京中へ放送してしまったというわけなんだ。 放送局も素早いね。また僕がそれを偶然聞いたところなんぞもう面白いじゃないか。彼は煽りつけるように賞賛の字を吐かせようと試みている。そうか。君が聞いたのか。そうなると大した成功だね。鈴川はようやく本当に感動したのである。はっはっはっは。 まったく良き以上の成功になったよ。放送局が僕のためにただで広告してくれるんだからね。ただというよりか、放送局の方で金をくれるんじゃないの鈴川は鈴川らしいことに気がついた。いやどうか知らんよ。 彼はそうであることをしきりに希望するようになった。しかし、そんな態度は見せなかった。夕べだって鈴川はちょっと首をひねった。夕べなら君が来とったわね。君が帰ってから間もなく、僕も受話器を耳に当てていたんだが、ラジオ劇なんか聞かなかったな。いや 僕がここを出るとすぐの頃なんだよ。隣の門まで行かないうちに僕は外から聞いたんだよ。実に偶然さあねえ隣って左隣だろあのうちにラジオなんかあるのかしらアンテナなんか張ってないようだがねあるとも大ありだ。しかも拡声器つきの上等なんだ。 ところが、それよりもさらに面白いことがあるんだ。君は、ゆうべの勇敢で、小町娘残殺の記事を読んだろうあれがまた君、面白いんだよ。あの、殺された娘というのは、僕の下宿の近所にいるんだ。ちょっと別品なんだがね。 それで僕の戯曲には、その女を女主人公にして作ったつもりなんだよ。君はもう読んでくれたかどうか知らないが、雪恵という女が出てくるのがあれなんだ。それがしかも、男に殺されるという筋なんだ。もっとも僕の書いたものは、 そば屋の手前持ちなんかに殺されるんじゃないがね。それじゃあ君、あまり平凡すぎるからね。ちょっと言葉を切って友人の顔を見た。熱心に聞かせようとする企てである。僕のはまあ、恋の三角関係といったような行き方なんだ。それにしても、 大文豪は大予言者かねえはッは遠山はありったけの得意さを吐き出すように笑った相手はあまり気乗りがしない風であるというよりは不思議そうな顔で彼を見つめていた人殺しといえばその今の隣の家でもゆうべ人殺しがあったんだぜ そこの女将さんが殺されているのが今日昼に分かったんだそれについて妙なことがあったんだ君がゆうべ僕の家を出るときうちの女中にあったろう彼女が風呂から帰ったところだったのさところがちょうど隣の家の勝手口まで来たと思いたまえ彼女は中から聞こえてくるささやきを聞いたんだそうだ 俺は人を殺したんだ。戸締まりをよくしてくれ、と。そうしてその翌日の今日、女将さんが殺されていたというんだ。なんだかそこに理由がありそうじゃないか鈴川は彼が黙り込んでいるのを見るとまた語り続けた。あのうちはなんだか妙な気がするうちだったからね。 うちの者たもも会っって挨拶ななんんかしなかしだだけど近所の噂によるとその女将さんがヒステリックですこぶる嫉妬深い女だったらしいそれで夫婦喧嘩が絶えなかったらしいよもっともその主人というのもまんざらよくもないらしい何でも前はどこかの会社に勤めて相当にやっていたらしい 本郷とか小石川とかに妾を囲っていたというくらいだからね妾というのがまたしたたかものでやっこさんだいぶ金を絞られたらしいそこへ持ってきてこの不景気だろうやっこさん会社はクビになる金まわりは悪くなると来たんだするとお妾さんはやっこさんから逃れようとすると言ったような具合で女には嫌われ 女房は焼くといったようなふうなんだろうそれで精神がおかしくなったろうとこれは僕の想像だがね鈴川の言葉が切れるのを待ち構えていたように遠山が聞いたそれじゃあ女房は殺されたが亭主はどこへ行ったかわからないというのかまあそうなんだ つまりいやわかった遠山はこう言うなりいきなり立ち上がって帰りかけた玄関先まで見送りに出た鈴川は面食らったようであったがようやくこう聞いた何か君に心当たりでもあるというのかこれはちょっと秘密なんだがね隣の亭主は 女房を殺して行方をくらましたんだバコ屋の娘を殺したのもそば屋の小僧じゃない同一犯人だその男の名は石橋群蔵というんだがしばらく秘密にしていてくれたまえこっちが悟ったと思うと高飛びするかもしれないからね ははこう言ってここうういっってでた。たもななにちでいる。しかし石橋郡蔵というのは彼の戯曲中の主人公として全く仮説の人物であった。